うん、うまかった。まさかイチがこんなにうまい茶を立てられるなんてな。本当、長政様のお口に合ってよかった。やり方を覚えるまで大変だったんだから。兄様がなかなか茶室に入れてくれなくて、だから私見よう見真似で何とか覚えたんだよ。そうか、だが苦労した甲斐があったな。俺はすごく気に入ったよ。髪型では茶が流行ってるんだろ。正直俺にはよくわかんねえなと思ってたけど、こうして一と飲む茶は特別うまく感じるぜ。なんというか気も安らぐしな。茶の湯はね、疲れた心を癒すためのものなんだって。いつも戦場を駆け回ってると疲れちゃうでしょ。だからたまにはこういう静かな時を過ごすのも私は大事だと思うよ。ね、長政様。